皆さん、こんにちは。ドラマや映画、バラエティで活躍した俳優の中尾彬さん、ネジネジと呼ばれるストールがトレードマークでしたね。今回は2024年5月22日に心不全のため81歳で亡くなられた俳優の中尾彬さんについてお話ししたいと思います。中尾彬さんの訃報は私たちに大きな衝撃を与えました。晩年は奥様の池波志乃さんと共に充実した日々を送られていたと語っていたので、あまりに突然の出来事に言葉を失います。心不全という死因からも中尾さんが最後まで精力的に活動されていた証、役者魂を持ち続けた中尾さんらしい最後だったと言えるでしょう。改めて中尾彬さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。さて、そんな中尾彬さんの家族構成について詳しく見ていきたいと思います。中尾彬さんといえば妻の池波志乃さんとのおしどり夫婦ぶりが有名ですよね。でも実は中尾さんには離婚歴があり、前妻の茅島成美さんとの間に息子さんがいるのです。まずは中尾彬さんの現在の妻である池波志乃さんとの馴れ初めから見ていきましょう。お二人の出会いは1977年の映画だるま大助事件帳での共演がきっかけでした。当時中尾さんは35歳、池波さんは22歳、13歳差の年の差カップルの誕生です。映画の撮影現場での待ち時間にお酒好きなお二人は意気投合。当時中尾さんは入手困難だった名酒コシの完売を飲んだことがあると周囲に自慢していたそうですが、それを聞いた池波さんが、私はいつでもコシの完売が飲めるお店知ってるわよと言い、台本の裏にそのお酒が飲める店の地図を書き、さらに自宅の電話番号も添えて中尾さんに渡したそうです。そしてお二人は早速そのお店で初デート。2軒目に池波さんは友人の芸者がいるお座敷に中尾さんを連れて行ったそうです。実は池波さんはお座敷で友人の芸者さんに中尾さんの品定めをしてもらったそうです。その結果、絶対やめなさいという芸者さんが一人もいなかったことから交際を決意したそう。そして出会ってわずか3ヶ月でスピード結婚。とってもお似合いのカップルですよね。ただ中尾さんには当時離婚が成立していない前妻がいました。成立していないと言っても前妻が提示した慰謝料などの条件を中尾さんが受け入れるだけの状態だったそうです。前妻は女優の茅島成美さん、1970年に結婚し、同年に長男中尾学さんが誕生。出来婚だった可能性が高いですね。しかし中尾さんのスキャンダルの多さから茅島さんが愛想を尽かし、1975年に離婚。茅島さんへの慰謝料は数千万円に上ったとか。離婚後茅島さんが息子さんを女手一つで育てました。一方中尾さんは1978年、池波さんと再婚。池波さんとは子供を設けておらず、二人だけの生活を楽しんでおられますが、実は池波さんは中尾さんと結婚した1年目に子供を授かっていました。しかし子宮外妊娠だったため、その後手術をして数ヶ月間仕事を休みました。その時初めて子供を持つということについていろいろ考えないといけないと思ったのだそうです。お医者さんからは片方の卵管は無事だからまた子供はできると言われたそうですが、当時の池波さんはこんなことしてる場合じゃないと思ったのだそうです。実は当時の中尾さんには借金がありました。前妻との離婚で慰謝料を一括で支払わなければならなかったため、その時に借金をしていたのです。さらに子供がいたため毎月の養育費がありました。二人で働かなければいけない状況でしたが、池波さんの母親は多忙かといってベビーシッターに頼んでまで子供を産み育てたいとも思わなかったそうで、子供を持つことをやめたのだそうです。するとそのうち夫婦二人だけの
心地よい生活が確立されていったのだそうです。中尾さんは売れっ子になっても妻と一緒に過ごす時間を大切にしていたそうです。中尾さんの知人は二人とも食べることが大好きな食道学で、夫婦で家にいる日の食事は篠さんの手料理のフルコース、いつもお酒と会話を楽しみながらのんびりと2時間かけてじっくり食事を堪能していました。中尾さんは夫婦水入らずのこの夕食を居酒屋篠と呼んで、忙しい日々の中で心待ちにしていたそう。二人だけの時間がもっと欲しいとの思いから子供を儲けようとしませんでしたと話しています。かつてのプレイボーイぶりからは想像できない池波さんへの深い愛情。毎晩池波さんの手料理を居酒屋しのと呼んで楽しむ生活は理想的ですね。さて気になるのは前妻の茅島成美さんとの間に生まれた息子さんの現在です。息子さんは中尾学さん、1970年生まれの現在53歳。学さんは俳優デビューした後グラフィックデザイナーに転身、現在は結婚し大学生と高校生のお子さんがいるそうです。母親の茅島さんと二世帯住宅に住んでいるとのこと。父親の中尾明さんとは離婚後一度も会っていないのだとか。亡くなる前、中尾さんは息子に会いたい気持ちを周囲に漏らしていたこともあったそうですが、その願いは叶わずに亡くなってしまいました。中尾さんの知人は再婚後の中尾さんはメディアや周囲に俺には子供がいないと口にしてきました。これは篠さんとの間にという意味なのは分かっていましたが、どこかで息子の存在を忘れるために言っているんじゃないかと思うこともありました。離婚後、中尾さんは一度も息子と顔を合わせていません。でも会いたい気持ちがあったようです。今から二十数年前だと思うのですが、息子が結婚した前後、彼に会いたいと連絡したことがあったんです。ただその願いが叶うことはありませんでしたと明かしています。残念ながら父子の再会は実現しなかったのですね。そんな中尾さんにとって池波さんとの50年に及ぶ結婚生活はかけがえのない時間だったことでしょう。晩年は池波さんと就活に励み、お墓やお葬式の段取りなども念入りに準備していたそうです。千葉木更津にある中尾さんの実家を改装したアトリエと沖縄のセカンドハウスも売却していたそうです。池波さんとの共著就活夫婦では、死のより先に私が旅立つことになったら私は何と言うのだろう、ありがとうには違いないのだが、それ以上に私の気持ちを伝える言葉はないものだろうか、今から密かに探っているところだ、こればっかりは篠さんあなたに頼めないと語っていた中尾さん。篠さんへの感謝の気持ちを胸に天国へ旅立たれたのですね。苦悩の人生の中で手に入れた家族への愛、中尾明さんの生き様から多くを学ばせていただきました。ここで中尾明さんの俳優人生を振り返ってみたいと思います。中尾さんは高校卒業後に俳優座養成所に入所し、芸能界入り、映画ゴジラシリーズや極道の女たち、アウトレイジビヨンドなど悪役として高い評価を得ました。また個性的な風貌からバラエティ番組でも引く手あまた、ネジネジと呼ばれたストールを巻いたいでたちで辛口のコメントを連発し人気を博しました。そんな中尾さんの若かりし頃のエピソードも興味深いものがあります。中尾さんは20代の頃、野獣会というグループに所属していました。田辺康夫さんたちと街に繰り出し芝居の話をしていると、現渡辺プロダクション名誉会長である渡辺美沙さんから、あなたたち野獣会って名前にしたらと言われて発足したのだそうです。メンバーには峯岸徹さんや田辺康夫さん、井上潤さんなど当時をときめく俳優たちが名を連ねていたそう。また野獣会のメンバーではなかったものの、内田裕也さんもよく一緒に遊んでいたのだそうです。そして彼らが深夜まで語り明かしていた
六本木の老舗バーガーショップザ・ハンバーガーリン。そこには当時15歳だった伝説の女優大原玲子さんの姿もあったとか。そんな大原さんを見て中尾さんが、お前どうしたのと声をかけたところ、家出してきたんですと答えたのだそうです。ちなみに当時の仲間内では内田裕也さんが一番の威張り役だったそうですよ。朝日が昇るまで飲んだくれ、靴を片手に都電の線路を走ったというエピソードからは青春の熱気が伝わってきます。そんな情熱を胸に中尾さんは役者の道を突き進んだのでしょう。プライベートでは役者仲間とあまり交流しない主義だった中尾さんですが、根っからの芝居好きだったことは間違いありません。仲の良かった峯岸徹さんとは夜通し芝居の話に花を咲かせていたそうです。渡辺美沙さんからの勧めで野獣会が発足したというのも運命的ですね。また同世代の江守徹さんとのエピソードも印象的です。中尾さんが高級車のジャガーに乗り始めたら悔しがって江守さんも外車に乗り換えたとか。江守さんが、中尾さん俺カバンを買ったんだとイタリア製のブルーのカバンを見せた際、中尾さんが、ああ俺もそれ持ってるよと返したところ、なんとその新品のカバンを捨ててしまったのだそうです。なんだか子供っぽくて微笑ましいですよね。でも中尾さん曰く、その負けん気の強さが江守さんの役者魂の源なのだそう。役者にとって執念深く物事を追求することは芝居に必ずつながるのだと中尾さんは説いています。若手時代から役者に対する情熱を持ち続けてきた中尾明さんの生き方、後進の役者たちにも大きな指針となることでしょう。波乱に満ちた人生の中で家族を何より大切にしてきた中尾さん、最後まで寄り添った池波志乃さんとの夫婦愛はまさに理想的と言えるでしょう。一方で前妻との離婚や息子との確執という苦悩の日々もあったはず。最後まで息子に会いたいという思いを胸に秘めていたことでしょう。しかしそれらを乗り越えて役者としても夫としても誠実に生きた中尾さんの姿勢には頭が下がります。名優にして名夫、そして情熱の人、60年以上に及ぶ芸能生活の中で中尾明さんが築き上げたものは計り知れないものがあるでしょう。心よりご冥福をお祈り申し上げます。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。